岸記念体育会館は、東京都渋谷区神南 1-1-1 にあったビル。日本スポーツ協会をはじめとする日本のスポーツ競技団体が本部を置き、日本スポーツ界の総本山とも称された。第2代大日本体育協会会長、岸誠一の遺言により100万円が寄付されて1940年に東京府神田駿河台に建設。設計者は、岸田秀人設計顧問、前川邦夫建築設計事務所設計管理となっているが、実際に設計を担当したのは、丹下健三である。1964年東京オリンピック開催時に、現在地に移転。建物前に、岸誠一の銅像が設置されていた。地下1階に、体育協会資料室が併設され、スポーツ関連の書物が閲覧可能になっている。当夜に、岸体育館と表記されていたので勘違いされることが多いが、体育館の機能はなく、事務所ビル。建物の老朽化、耐震性の問題に加え、2011年7月の日本体協の創立100周年記念を迎えるにあたり、建て替えが検討され、合わせてスポーツ界に大きな功績を残した選手などを称える、日本スポーツ殿堂を館内に設けるプランも検討され、2010年5月には具体的な案を検討する委員会が発足したが、同地は東京都の都市計画公園の指定を受けている関係で建築物の規制が厳しく、検討作業は難航していた。その間にも日本陸上競技連盟や日本バスケットボール協会などが耐震設計上の観点から、職員の安全確保を理由に移転しており、日本スポーツ界の総本山の屋台骨が揺らぐ事態と懸念する声もあった。そのような中、都が明治神宮外苑一帯の再整備に合わせて同所への移転を提案。2013年9月には2020年東京オリンピック開催が決定したことを受けて、現在地での建て替えを諦めた上で、国立競技場建設に伴い建て替えが予定されている日本青年館もしくはナショナルトレーニングセンターへの移転が検討されていると報じられた。2016年2月には新宿区霞ヶ丘町地区の東京都所有地に新ビルを建てて移転する計画を発表した。新たなビルの名は2018年11月8日に行われた日本スポーツ協会の理事会でジャパンスポーツオリンピックスクエアに決定し、2019年4月に完成した。2019年5月より、順次各競技団体が新施設のジャパンスポーツオリンピックスクエアへの移転を実施し、完了した後の8月1日から建物の解体が始まった。解体後更地となった後は、代々木公園の一部として整備される予定である。なお、新施設のジャパンスポーツオリンピックスクエアは2019年5月16日に竣工式を行い正式にオープンしており、館内には岸誠一メモリアルルームが設けられた。ありがとうございます。